タイソン・ペドロは、オーストラリアの男性総合格闘家。ニューサウスウェールズ州シドニー出身。ライオンズハイパフォーマンスセンター所属。父親のジョン・ペドロは、キング・オブ・ザ・ケージ・オーストラリアのオーナーを務めている。柔術、憲法から手、ブラジリアン柔術を学び、2013年に総合格闘技デビュー。2016年11月26日。 UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、ウィッタカー VS、ブランソンで、カリルラウントリーと対戦し、リアネーキッドチョークで一本勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2017年9月9日、UFC215 で、ライトヘビー級ランキング10位のイリルラティフィと対戦し、判定負け。2018年6月23日、UFC ファイトナイト、 カウボーイ VS、エドワーズで、ライトヘビー級ランキング7位のオビンス・サンプルーと、対戦し、ストレートアームバーで1本負け。2018年12月2日、UFC ファイトナイト、ドス、サントス VS、トイバッサで、ライトヘビー級ランキング13位のマウリシオ将軍と、対戦し、TKO 負け。ありがとうございます。